はい、どうも皆さん、こんにちは。橋田剛です。今回の、メンタル発酵は、メンタル発酵って言っていいのかあれなんですけど、もうデロデロの服はやめとけっていう感じですね。うん。まあ、なんかもう、ペロンペロンのね、服を着ると、もうなんか落ちるんですよ、気分が。おそらく。まあ、また落ちてなくても、それをやめることにより上がると思うんですよね、僕は。まあ、なんか例えばで言うと、なんかもう俺はハイブランドとか高い服とかは着ないみたいな。まあ、それで全然いいと思うんですよ、そのスタイル。もう僕もほんとそうなりましたし。うん。いや、ほんとユニクロとかで十分みたいなね。例えば島村だったり、そういうなんかあるじゃないですか。普通のファストファッション的なものでいい。もう何万円もするものは買わないみたいな。まあ、機能性がね、良くてね、すごいいいダウンが欲しいとか、モンクレーがいいとかいうのはもう間違いないんですけども、まあ、そうじゃない場合に関しては、あんまり、ただのね、スウェット1枚とかトレーナー1枚とか、パーカー1枚で何万円ってするのよりも、もうニーキュッパーとかで普通に買える、ユニクロとかでいいと思うんですけども、ニーキュッパーで3年間着ちゃってデロデロみたいなさ、まあ、例えばウルトラライトダウンとか3キュッパーとか4キュッパーとか、じゃないですか。うん。で、もう全然いいし、かっこいいし、形も。いいんすけど、それをもうなんか3年も4年も5年も着てるとやっぱヘタヘタになっちゃう。あれが、ワティが、綿が、そのダウンのね。それを着てなんかもう赤だらけでなんかもう油ベタベタみたいになっちゃったりとか、してるものを3年間俺は節約とか服には金かけねえぜみたいにやってても、あんま違うね。説得力違うね。うん。まあ、かといってハイブランドのそのタッケーのを、その形がその年で流行りがあるわけじゃん。それを例えばなんか、10万円もするダウンを5年も着ちゃうみたいなのも良くないじゃないですか。うん。5年とか10年。着てもいつの形だよ、それみたいな。例えばハイブランド、シャネルでもヴィトンでも、モンクレでもなんか今流行りのシュプリームとかさ、なんかオフホワイトとかなんかいろいろあるじゃないですか。それの何年前のモデルなのを着ててもあんまかっこよくないし。まあ、逆にその安いの、ね、3908円で金かけないって思ってるものを5年ぐらい着ちゃってるみたいな。もうそれもね、なんかあんまかっこよくないじゃないですか、なんかこう。まあ、少しでもいけてる方がいいと思うんで。うん。まあ、サンキュッパとかは、そうね、ケチらず、そういう別に毎年買ったって、まあ、例えば、そのダウン、さっき言ったモンクレーとかじゃないけど、20万とか30万するわけじゃないですか。サンキュッパを 10年毎回買ったって39,800円じゃないですか。だからなんかそこのコストは全然いいのかなと思います。それは、うん、ユニクロのスウェットにしろ、トレーナーにしろ、パンツとかにしろ、まあ、そうだと思うんですよね。まあ、要は今回のテーマは、デロデロは良くないよ、みたいな。デロデロ、ヘロンヘロンは、もう、モテナティスなのよ。なんか、モテナティスだし、まあ、彼女いたり、もう、何、積んでる人たち、もう人生完結して、もうそこら辺は終わってる。もう嫁さんもいるぜ、みたいな。子供もいるし、別に格好つける人ねえや、つったって、もう子供にもいい、ね、かっこよく映るかもしれないし、嫁さんにもね、せっかく、あれなんだから一緒に歩いてて、どっかデパートとかさ、銀座でもパラパラした時でも、とか、スーパーでも、モールとか、ウルチョした時でも、ちょっとでもそんなペロンペロンよりはいいじゃないですか。まあ、要は清潔感ですよ、僕が言いたいの。うん、そういうのも通してね。なんでもいいんじゃなくて、あとサイズ感だけ気をつければ、もうユニクロでもなんでもいいんですよ。そこら辺の着てれば、あんまわかんないし、もうおしゃれに見えます、それは。うん。なんでね、全然、安いとか、ファストファッションとか、もう全然僕もそうですけど、もうこういうのもね、ほんとユニクロ着てるんですけど、でもね、これも、まあ、今年買ったんですけど、まあ、例えば来年、こう春まで来て、もう来年もペロンペロンになってたら、もうそれはもう買わないで、またこれの、この形の、その年のモデルやつを買おうかな、みたいな思ってます。うん。ってことで、なんかよくわかんないですけど、別にユニクロのなんでもないですけど、まあ、4分経っちゃったんでね。はい。うん、今回のメンタル発酵は、テロンテロンベロンベロン、ベタベタ、清潔感には気をつけろ。ってことで、タイトルは、ベロンベロンはやめろです。はい。下ネタじゃない、動画です。ちゃんと。はい。ということで、グッドボタン、いろいろ、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はこれで終わります。週末、皆さん、いい週末を。じゃあね、バイバイ。橋田剛でした。メンタル発酵よろしくね。じゃあね、バイバイ。